横井正氏は愛知県出身の D1 グランプリに参戦するプロドライバー。愛称はゾンビ横井、ギャラクシー横井、強剣2018年2019年の D1 グランプリシリーズチャンピオン。生かす走りやチーム天国での走りが認められ、D1 出場権を獲得する。2007年よりマイカーの S14 型シルビアで d 一ストリートリーガルへの参戦を開始し、 翌2008年には D1 グランプリにも並行して参戦した。2009年 D1 ストリートリーガル最終戦つくばサーキットにて決勝で田中正美を破って初優勝を飾りシリーズを4位で終える。2012年 D1 ストリートリーガルにて1勝を含む3度の決勝進出を果たし最終戦の名阪スポーツランドにてベスト16で前年度王者の田中を破り シリーズチャンピオンを獲得した。この年には D1 グランプリにも DMAX の S15 型シルビアで復帰し、第4戦エビスでは川畑正人をベスト16で破る活躍を見せた。2013年より D1 グランプリへのフル参戦を開始する。2014年は第5戦エビスサーキットにて初優勝を飾り、シリーズランキングでも3位に食い込む活躍を見せる。 2015年には D1 グランプリと並行してフォーミュラドリフトのアメリカシリーズにフル参戦し第6戦テキサスで優勝を果たしそこでギャラクシー横井というあだ名が付けられた同年 D1GP で使用するマシンのエンジンをこれまでの SR20Z から2 j a z GTE に変更しパワーアップを図る2017年には2勝を挙げ シリーズランキング2位を獲得。翌2018年には、第3戦、オートポリス、第4戦と勝ちと連勝を飾ると、第7戦エビスでも勝利を挙げる。ランキング主位で迎えた、最終戦お台場でも3位表彰台を獲得し、シリーズチャンピオンに輝いた。2019年も、同じ体制で参戦。開幕戦、第2戦と連戦となったつくばでに連勝を挙げ、 絶好のスタートを切ると、第3戦、第4戦と、再び連戦となったトカチでも、それぞれ2位、3位と表彰台を獲得し、前半戦を折り返す。しかしまたも、連戦となった第5戦、第6戦エビスでは練習走行中のクラッシュの影響で、ノーポイントに終わる。最終戦オートポリスでも単走で敗退するも、結果的には逃げ切る形となって、シリーズ連覇を達成した。 2020年も2回の準優勝など活躍を見せ、シリーズを2位で終えた。ありがとうございます。